はい、こんにちは、ゆうだです。今回は、トワイライトタウンの幸せの幕探していこうと思います。はい、まず1個目。おそらく皆さんが一番最初に撮っただろう、これですね。はい、このおばさんの上、もらい。はい、続きまして、この電車、路面電車ですね。この上に登ると、実は、ここに、ある。続きまして、このモグショップの上ですね。登っていくと、はい、ありました。こちら。はい、続きまして、映画館ですね。こっちの方に歩いていくと、映画館って、まあ、映画広場って言うんでしょうか。広場の映画をやっているところ、映画がやってますが、映画が終わるのを待ちます。はい。で、映画が終わるとスクリーンに現れるのが、幸せのマーク。はい。続いてはですね、ちょっと高いところにあります。セーブポイントからまっすぐ行きまして、こう進んでいったこの、お家の上から見ると、はい、ありました。はい。続いてこの屋敷にセーブポイントですね、戻ってきて外にまず出ます。そして、この屋敷の塀に、幸せのマーク。はい。そして森の中に入って、で、行きます。はい。で、森に入ったらですね、ちょっと左側に寄って歩いていただいて、まあ、宝箱あるこの木を登って、もう降りたところ、ここに、ございます。はい。そしてこの森と町をつなぐ水路の扉に、ミッキーのマーク。さらに、この壁ですね。こちら側の壁。この壁、このようにですね、光ってるんですね。登れるんです、実は。で、登っていくと、幸運のマーク。はい、以上がトワイライトタウンの全幸運のマークでございました。他の動画でも、他のワールドの幸運のマークご紹介しております。もしよろしければ、高評価、チャンネル登録などしていただけますと、とっても嬉しいです。はい、それではご視聴ありがとうございました。イオダーでした。またね、バイビー。